はい、よろしくお願いします。福株式会社の山田と申します。では早速始めさせていただきます。本日のプログラムはですね、チャット GPT などの生成 AI ツールを研究活動に活用する、注意点を知って学んで使うというようなタイトルにしています。で、前半はですね、生成 AI の可能性と課題、賢く使いこなすためにというタイトルにしています。で、ここではですね、大まかにですね、 LLM 生成 AI の仕組みを理解し、何が可能かを考えます。まどろっこしいコードだったりとか難しいところはないので安心してください。で、次にですね、アンチパターン、どういった失敗、もう生成 AI が出てきて、チャット GPT が出てきて1年半ぐらい経ちますけれども、いろいろと失敗パターンとかも出てきていますので、そういったものを紹介してですね、 AI を活用する上での注意点というのを理解していただこうかなと思います。で、最後にですね、生成 AI を活用する初めの一歩ですね、ちょっと実際に今回チャット GPT 使ったことがないですという方が3分の1ぐらいいらっしゃったので、具体的にどういうところを考えて、どういったツールを使っていけばいいのかっていう触りのところですね、そこをご紹介できればなと思います。で、後半でですね、研究効率化の鍵は生成 AI、 文献調査資料作成を加速するサービスというタイトルで発表させていただきます。で、後半はより具体的な内容ですね、実際に研究に有用なツールであったりとかサービスを紹介していきます。で、今回具体的な使い方を教えてほしいというような要望がありましたので、ケーススタディを用意しました。実際こういうことを調べるときには、どういうふうに調べると良い結果が出せるでしょうかというところをご紹介します。で、基本的にはですね、今回はプログラミングを必要としないような、いわゆるノーコードであったりとかローコードのものを中心としておりますが、最後の方にですね、より複雑なシステム構築のための入り口も案内していますので、ハードな内容がお好みの方にもご満足いただける内容かなと思っています。で、今日のテイクホームメッセージですね、前半部分ですが、管理責任からは逃れられないというところですね。もうこれが今日持ち帰っていただきたいことのすべてです。生成 AI の出力は確認評価しましょうということですね。で、つまり確認評価しなきゃいけないということはですね、自分にできないことを、評価できないことはさせないというところが重要になってくるかなと思います。でですね、ちょうど今日、公開されてた記事でですね、生成 AI、LLM、未踏的ビジネス活用最前線みたいな記事が今日公開されてたんですけども、そこでも中山さんという方がですね、作業は楽になるが、レビューは楽にならないというすごいいいことを書いていました。私のツイッターの方で、ここの記事のリンクをリツイートしてますので、よければご覧ください。非常に良い記事かなと思います。はい。で、事前アンケート答えていただきありがとうございました。で、今回ですね、まずその生成 AI チャットツール、いわゆるチャット GPT だったりとかコパイロット使っていますかという質問に対してはですね、おおむね3分の2ぐらいの方が使ったことありますと答えていただいています。で、3分の1の方は、まだ使ったことがありませんよという状態でした。で、使っている方の頻度はですね、毎日使っている方が、この3分の2のうちの5分の1ぐらいですかね。で、週に数回使ってるという方が一番多かったというようなところですね。で、使ったことないですよという方に、なぜ使ったことがないのですかっていうところを伺ったところ、多かったのがですね、ちょっとどういったリスクがあるのかわからないとかっていうようなところに不安を持たれている方がいらっしゃったので、今回はそういったところを厚く紹介していこうかなと思います。はい。で、ちょっと順番前後しちゃったんですけども、自己紹介させていただきます。私、山田亮太と申します。で、バックグラウンドとしてはですね、もともと東大の農学部の獣医学専修というところにいました。で、獣医学科は6年生なんですけれども、私5年生の末に休学届を提出して、いろいろと思うところがあって、1年ほど休学期間を経た後に、工学部のシステム創生学科というところに移りました。で、在学中にですね、今の会社、福株式会社を創業して、その後卒業したというような形になってます。で、ここら辺のその農学部から工学部へ移った理由とか、いろいろあるんですけれども、トータルで申し上げますと、生命科学実験の効率化をしたかったっていうところですね。農学部にいたときに、実験であったりとか、論文、サーベイであったりとか、今回のまさにテーマになりますけれども、そういったところ、その時はプログラミングのプの字も知らなかったので、エクセルでポチポチまとめたりとかして、きっともっといい方法があるんだろうなと思いつつ、手作業であったりとか、あとは実験とかですね、先行研究を調べて実験条件を決めて実験をするっていうことをしてたんですけれども、なかなかうまくいかないと。で、何度も実験をやり直すんですけれども、本当はもっと当たり前のように先輩から
薬の濃度は3倍10倍あの30倍でこう3倍おきに振って実験条件ばらせばいいですよとか言われるんですけど、なんでそれ3倍なんですかとかっていうところも気になったりとかして、まあ、もっとなんか本当になんていうかこう統計的に正しいことであったりとか解析的に正しい方法があるんじゃないのかなと思って、まあ、そういうモヤモヤを抱えて工学部に進んだというような、はい、経緯になります。で、まあ、工学部に進んだりあの会社立ててからはですね、基本的にはそういった生命科学実験の効率化ですね、こういったところを入り口にして、まあ、今では科学×AIという領域で活動しています。で、まあ、今日の大きなテーマの生成 AI というところですね、まあ、ここら辺 の、 あの私の活動を簡単にご紹介しますと、まずあの NEDO の日本語 LLM を開発するという人脈というプロジェクトがありまして、まあ、そこでちょっとあの参画していたりとか、あとは企業のですね AI 事業であったりとか LLM 事業ですね、こういったところの R&D とかコンサルとかをやっています。他はですね、まあ、こういった講義、あの今回はあの NBDC さんの AJAX という講義ですけれども、民間企業さんに向けて、いわゆるデータサイエンス人材育成のため の、 あの講義とですね、自然言語処理とか生成 AI 関連でそういったところもやっています。他にはですね、あの最近あの理化学研究所さんの中で科学研究の基盤モデルを作るというようなプロジェクトが立ち上がっていまして、そこら辺であったりとか、あとは創薬 AI のための基盤モデルを作ろうとかいう話が、まあ、いろんなところであるんですけれども、そういったところの裏でデータの整備をしたりとかしています。これもあの今日ちょっとご紹介できればなと思うんですけれども、今文献調査あの論文サーベイ の、 あのサポートをする AI ですね、そういったところであの有志の方と一緒に OSS オープンソフトオープンソースソフトウェアですね、あの誰でも使えるよというようなものの開発を活動したりしています。あとはまあ専門文書からの情報抽出というようなことをしたりしています。はい、その観点から今日はあのお話できればなと思います。はい、でまず最初のセクションですね、背景として、生成 AI の仕組みを大まかに理解しましょうというような内容で、はい、進めていきます。で、まあ、ここら辺難しい話をしたら本当に1時間じゃ全然足りないんですけれども、今回はあの細かいコードであったりとかその実際 の、 その研究の中のところとかっていうのはあまり触れずにですね、外観をつかめるような形で短くまとめればなと思います。でまず背景ですね、まずその AI ブームというものが結構昔からありましたというところから話が遡ります。まずその1960年代ぐらいからですね、まず第一次 AI ブームというものがありました。でその後ですね、第1次 AI ブーム、第2次 AI ブーム、第3次 AI ブームというふうに来てます。で、まあ、なんでですね、この第3次 AI ブームちょうど2000年代2010年代ぐらいですね、ここら辺の時にまた盛り上がってきたよっていう、あの実際ずっと人工知能とか研究された方たちは、まあ、思ってたらしくてですね、でもうすでに2回冬の時代を経験してるんで、もうヒヤヒヤしてるわけですね。この盛り上がり、今盛り上がってるけどまたなんかこう落ち込んだら分野が冷え込んじゃうし、どうしたらあのそれが落ち込まないで済むだろうみたいなことを結構2015年代中ぐらいの時にお話しされてたのをあの聞いたのを記憶に残ってます。でですね、まあ、ところがですね、まあ、第3次 AI ブーム幸いにしてしぼむことなくですね、あの、まあ、ディープラーニングというツールが出てきて、まあ、非常にビジネス の、 あの領域で大きなインパクトを出して、まあ、今でも広く活用されてます。でそういった中でですね、2022年11月ですね、チャット GPT が出てきて、あの AI ブームはしぼむことなくまだまだ加熱していると、まあ、このチャット GPT が巻き起こしたさら、まあ、なるこの加速をですね、第4次 AI ブームと言ってもいいんじゃないかというような方たちもいます。で、まあ、こういった AI の、 あの歴史があって、じゃあ今実際 AI ってどういったことができるのかっていうところをこの右の、はい、図で示しています。で、まあ、これ細かいんですけれども、あの端的に申し上げますと、いろいろそれぞれタスクがあるわけですね。画像 の、 あの分類問題、この画像を見せられた時にそれは犬です、猫ですって答えるとか、あとはなんかこう算数の問題に答えるとか、複雑なこの話の内容を理解するとか、まあ、そんないろんなタスクがあのここに書かれているんですけれども、まあ、この下の軸にですね、まあ、2012年ぐらいからこうどん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 性能が伸びているということが書かれています。で、大体ですね、2014年15年ぐらいからあの画像認識において結構 AI が人間の、ここヒューマンベースラインですね、人間 の、 あのレベルを超えてき始めるっていうの、超えてき始めるっていうことが起こり始めました。でそれを皮切りにですね、まあ、いろんな領域で
もう人間よりもいい結果が出せる、いい成果が出せる AI というのがどんどん出てきています。で、まあ、AI が賢くなったもんですから、もうこれ以上なんか評価ができなくなってしまったので、頭打ちになってしまったので、どん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 人間側がですね、後出しで難しいタスクを出してきてるわけですね。より難しいことを解かせてみようみたいな感じでこういったところを出すんですけれども、そういったものも今この角度見ると、ね、すごい急な角度になっているのが分かると思いますけれども、まあ、どん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 新しい難しいタスクが出るたびに、まあ、それ解けるように AI がなって進化しているというような状況ですね。まあ、こんな感じで現状の AI というのではですね、まあ、その特定のタスクに特化させると、まあ、人間を超えるような成果というのが出せるようになっています。はい。で、まあ、今日の本題ですね。まあ、まず大規模言語モデルと生成 AI というところに関して、まあ、簡単に解説していきます。で、まあ、そもそも大規模言語モデルとか生成 AI とか LLM とかよく聞くけど、まあ、なんかちょっと何どこで違いがあるのか分かんないという方もいらっしゃるかなと思うので、ここをちょっと丁寧に説明していきます。で、大規模言語モデルとはですね、まあ、ラージランゲージモデル、略して LLM と呼ばれるものですね。で、これは何かというとですね、まあ、まずそもそも大規模言語モデル、読んで字のごとく大規模な言語モデルなわけですけれども、じゃあ言語モデルって何ですかというところから解説していきます。で、こちらは Google の、 ページで解説されていた説明なんですけれども、言語モデルとは現実的な言語を予測し生成することを目指した機械学習モデルというふうに定義されています。で、これはどういうことかというとですね、まあ、人間って普段何も意識せずに喋ったり、相手が喋った言葉、書いた言葉っていうのを認識してますけど、じゃあ実際それってどういうふうに理解してるんだろうとか、どういうふうに言葉を発してるんだろうっていうようなところがまだ明らかになってないわけですね。で、それを模倣しようだったりとか、それを理解しようっていうような目的のためにこういった言語モデルっていうのはもともと研究をされてきました。で、まあ、なんでこの言語モデルというのはですね、まあ、端的に言うと人間っぽいことが喋れるようになったりとか、人間が喋っていることを理解できるようなものを作ろうというような、そういうような研究領域ですね。で、まあ、そういうのが自然言語処理という研究分野の中で、まあ、ベースでありますと。で、その中に個別のタスクでですね、例えば翻訳であったりとか、要約であったりとか、情報抽出であったりとかっていうような、そういう、あとは対話応答 QA って呼ばれるものだったりとか、そういういろんな具体的なタスクっていうものがある、それが自然言語処理っていう研究分野なんですね。で、まあ、そういった言語モデルというのがもともと研究テーマとして扱われていました。で、まあ、ここら辺にその大規模言語モデルに至るまでっていう歴史がちょっと書かれてるんですけれども、あまりその詳しいことは説明今回はしませんが、簡単に言うと、まずその2014年ぐらいにですね、機械翻訳、まあ、いわゆる翻訳の領域でアテンションっていう技術が生まれました。で、まあ、細かいことは説明は省きますが、まあ、すごい技術が出てきたというわけですね。で、2017年ぐらいにですね、トランスフォーマーという、まあ、これも細かいことは省いてすごいモデルが出てきたと、それぐらいの理解をしていただければなと思います。こういう形なんですけれども、まあ、なんか複雑だなっていうようなものが出てきたんですね。で、まあ、面白いんですけど、結構この AI 系の論文はタイトルが面白いんですけれども、このトランスフォーマーの論文が Attention is all you need というタイトルだったんですね。まあ、つまりここで出てきたアテンションっていうのを、まあ、このモデルの中に組み込んだら、ここら辺に書いてますね、アテンションアテンションアテンションってこうやって組み込むと、まあなんかうまくいったよみたいな、そういう内容の論文ですと。で、これが非常に注目を浴びてですね、で、このトランスフォーマーをさらにパーツとして組み込んでいろんなモデルができてきましたというような流れになります。まあ、有名なのが BERT とか呼ばれるものですね。もしかしたら聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでこういって言語モデルの研究が進んできて、で、まあ、こんな形でどん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 大きくなっていくものなので、モデルサイズだったりとか学習のためのデータが大規模になったものを大規模言語モデルと呼んでるというわけですね。で、まあ、最後にここにこれはどこかな、 Google の説明ですね。大規模言語モデルというのは大量のデータでトレーニングされた統計言語モデルですよというような感じですね。まあ、なのでこのテキストを扱うものの中でも、まあ、何かしらデータなりパラメータなりモデルのサイズなりが大きくなったものを大規模言語モデルと呼んでるわけですね。で、じゃあ生成 AI というのは何ですかというところですね。生成 AI、まあ、ジェネレティブ AI とか、まあ、略してるのあまり見ないですけど Gen AI とかっていうようなふうに言われますが、これは何かというとですね、 AI を活用してテキスト、画像、音楽、音声、動画などの新しいコンテンツを作成であったりとか、生成アプリケーションは自然言語入力を受け取り、自然言語、画像、コードなどのさまざまな形式で適切な音を返しますと。テキストに閉じずにですね、画像であったりとか動画であったりとかっていうのは、いわゆるマルチモーダルと呼ばれるものですね。
こういったいろんなデータの型を扱えるようになったものが生成 AI というような感じになります。なので、概念図としてはこんな感じですかね。テキストを扱う言語モデルのことを LLM と呼んでいて、その LLM を使ったりとかして、もっといろんなマルチモーダルなことに扱えるようなものにしたものが生成 AI というような形だになります。はい、で次にですね、チャット GPT はなぜ賢いかという話をしていこうかなと思います。で、今回ですね、いろいろチャット GPT って言いますけれども、生成 AI であったりとか LLM 全般というふうに読み替えていただければいいかなと思います。やはり一番有名なのはですね、チャット GPT なので、これを例にご説明しますが、基本的には共通した話かなと思います。でチャット GPT はですね、特徴的な仕組みがですね2つあります。で1つがですね、事前学習というものですね。ウェブだったりとか書籍のテキストを大量に学習して、次の単語を予測するように学習されています。なんでこう読んできたものの中からですね、なんかもっともらしい文章を作成する能力がすごい高いですよというモデルです。でただですね、これだけやるとですね、いろいろ良くないことが起こりますと。例えばウェブのテキストっていうのはですね、嘘であったりとか偏見であったりとか、有害なコンテンツがたくさんありふれてるわけですね。でそれが単に多いからといって、そういった形でそういったことばっかりウェブにあるようなことを同じぐらいの確率で回答するものというのはですね、あまりふさわしくないわけですよね。なのでその後にアライメントというものをしています。でこれは何かというと、端的に言うと不適切な生成を行わないように、あるいは適切な生成を行うように学習させるというようなプラスで教え込んであげるというようなことですね。この事前学習とアライメントという2つの仕組みを持っているから、チャット GPT はすごいもっともらしいことで、かつあんまりその差別的なこととかは言わないようになっているわけですね。でチャット GPT の進化の歴史をちょっとここに書いてみました。でリリースされたのがですね、チャット GPT の前身になるような LLM というのは、2018年ぐらいからこう出てきているんですけれども、チャット GPT というサービス自体ですね、これはOpenAI が提供しているチャットボットのサービスですけれども、このサービスは2022年の11月30日にリリースされました。でこの時はですね、この2022年作られた GPT3.5、 これをベースに、さらにもうちょっと間違った前提に異議を唱えたり、不適切な要求を拒否するように調整して出してますよというふうに言われています。その後にですね、2023年の3月には GPT-4 が出てきて、この 3.5 に比べると性能が向上し、で9月にはですね GPT-4V が出て画像への対応ができるようになったりとか、で2024年の5月には GPT-4O というのが出て音声とか動画への対応ができるようになりました。なんでですね、ここら辺になってくると、もうだからここのもともとテキストだけ扱ってた時は LLM って言ってればよかったんですけど、画像とか音声とか動画も扱うようになってきたら、ちょっとそこの LLM というよりは生成 AI という方が適切ですよねっていうふうになってきてますね。はい、こんな感じでざっくりと大規模言語モデルであったりとかチャット GPT であったり の仕組みとかっていうのをご説明しました。ここら辺のですね、背景もっと詳しい研究的な、もっとちゃんとした内容を知りたいという方はですね、ここに紹介しているような資料をご覧いただくとよろしいかなと思います。はい、で、生成 AI の可能性、今回のタイトルにも入っていますけれども、何かと申し上げますと、一つは Anything to Anything ということですね。でこの Anything to Anything という文言はですね、Google の Gemini というモデルがですね、この Gemini とか Gemini とか発音の仕方でみんな喧嘩してるんですけど、この2023年の12月に公開された時点でホームページでこういった形で書かれていました。でどういうことかと言いますと、入出力のフォーマットの自由度が高いということですね。プレーンなテキストであろうが、画像であろうが、音声だろうが、動画であろうが、コードであろうが、表データであろうが、ウェブページであろうが、何でも入力できるし、逆に、こういった形、何でも出力できると。コードだろうが、画像だろうが、ということですね。で、なんで、その処理方法を、さらに処理方法を人間の言葉で定義できるわけですね。そのいわゆるプロンプトといって、例えばこの画像を入れて、この画像からなんかこの点の数数えてくださいとかいうこともできますし、逆になんかこう空に鳥がたくさん飛んでるような画像を生成してくださいといえば、そういった形で画像が出力として出てくるというような形で、非常に自由度が高いというところが生成 AI の一つの大きな可能性ですね。なのでプログラミングとかできない人でも活用することができるという形になります。でもう一つはですね、ダークデータの活用ができるというところが非常に大きなポイントかなと思います。で第3次 AI ブームというのはですね、いわゆるディープラーニングの時代だったわけなんですけれども、ディープラーニングというのは基本的には構造化データと呼ばれる、
きっちりかっちりしたデータですね、画像であったりとか、テーブルデータだったりとか、Excel のようなものですね、こういったものの活用がメインでした。で、逆にですね、文書などの非構造化データであったりとか、あるいはその一箇所に集まっていなくて散らばっているデータ、こういったものってすごい有効活用しづらかったんですね。こういったものをダークデータと呼んで、世の中の大体 60% ぐらいはデータの 60% ぐらいはダークデータと呼ばれて、全然使えないですよねっていう状況だったんですね。で、ただですね、生成 AI はですね、そういった非構造化データでも扱えますし、そのフォーマットが全部バラバラであってもですね、ある程度その理解力が高いので、それを全部きれいに整形する必要もなく、そのまま扱うということができるので、いわゆるリープフロックですね、本来であれば構造化データを構造化してディープラーニングに適用してっていうステップを踏まなきゃいけなかったんですけど、生成 AI を使うとそのデータを構造化するっていう一番大変なところをもしかしたら飛ぶことができるかもしれない、こういったところに非常に大きな可能性があるわけですね。はい、というような感じで、はい、まずはプラスの側面と具体的簡単な概要と、プラスの側面、可能性というところを紹介しました。で、次からですね、ちょっと負の側面ですね、注意とアンチパターンというところを紹介していきます。今回のですね、チャット GPT まだ使ったことがないですよという方の中にはですね、ちょっと使い方がわからないとか、何に気をつければいいのかわからないとか、なんかリスクがあるかもしれないというところがちょっと不安だとかっていうのはご意見があったので、ここについて熱くフォローしようかなと思います。で、まずですね、注意点として大きく2つ分けることができると思います。で、1つはですね、カタストロフィーと呼ばれるような中長期的な視点でのリスクですね。で、これは例えばこういったレビューとかにですね、 AI は今核兵器と同様の破壊力を持つ強力な技術になろうとしているというようなことが書かれていたりですね、この文献の中にはですね、人類の絶滅であったりとか、恒久的なディストピア社会の創造であったりとかいうことが触れられているわけですね。で、ただこれは AI 生成 AI の開発をする企業であったりとか、あるいは国であったりとか、そういった方たちが主に議論しているんですけれども、今生成 AI を使うというときに、今考えるところかというと、ちょっとこれは壮大な話なので、ここら辺を考え始めると生成 AI 使えなくなってしまうので、今回はどちらかというですね、身近な注意点ですね、実際に使う立場で、日常的に生成 AI を使う立場でどういったところに気をつければいいかというところを紹介していこうかなと思います。ここら辺は何でも新しい技術に関してはそうかなと思います。スマホを使うときに、なんかスマホを使うと人と人とのコミュニケーションが素になって、人間の人格形成に影響があるかもみたいなことを気にされる方もいると思うんですけど、そういうことを気にされる方はそういうことを気にする団体にどうか所属してやればいいかなと思います。で、具体的にどっちかというと身近に考えるべきところはですね、スマホを見ながら歩いてたら電柱にぶつかっちゃうよねとか、そういう話になると思うので、今日はそういったところをご紹介していこうかなと思います。でですね、具体的な注意点としては6つ挙げてます。1つは進化スピード、ハルシネーション、差別の助長、社会との関係性、情報漏洩、悪意あるユーザーというふうにまとめています。はい、では1つずつ見ていきますね。まず1つはですね、進化スピードが非常に速いということですね。生成 AI に限らず AI、 先ほど見せたスコアがどんどん伸びているというところからも分かる通り、驚異的なスピードで進化しています。なのでですね、情報がすぐに古くなるというところが非常に気をつけなければいけないところです。具体的にどれぐらいその早いかというとですね、例えば2023年の3月14日にですね、言語処理学会 の, 2023にてチャット GPT の影響、研究における影響をパネルディスカッションしたという緊急パネルがあったんですね。チャット GPT で自然言語処理は終わるのかという、タイトルで自然言語処理の研究者の方々がチャット GPT の登場による研究の在り方の変わり方であったりとか影響ということを論じる緊急パネルがあって、非常に盛り上がったパネルなんですけれども、なんとですね、その12時間後にですね、 OpenAI から GPT-4 をリリースしましたというところが出てきて、ここでですね、GPT-3.5 について、まだこういうことができないからとかっていう話をしてたんですけども、12時間後にはもう話がガラッと変わってしまうと、もう何ならこの12時間後にまた緊急パネル開いてほしいみたいな、そういう感じだったんですけれども、それぐらいのスピードでどんどん変わってきます。あとはですね、先日2024年の5月29日つい先月ですね、書籍が発売されて、生成 AI の論点という、非常に良い内容の本が出ているんですけれども、具体的な生成 AI の
あるいはチャット GPT の機能であったりとか画面であったりとかっていうのがもうすでに古くなっているというような形になります。もう発売された瞬間に情報が古くなってしまうというようなことが起きます。まあ、この執筆開始したのが2023年9月ぐらいだったので、まあ、9ヶ月ぐらい経ってるわけですね。まあ、そうなってくると具体情報っていうのは古くなる可能性が高いですね。で逆になんか考え方であったりとかそういったところは非常に有用なのでそういった視点で見ていただければなと思います。でアンチパターンとしてはね ではですねなんでまあ古いって言っても数ヶ月単位ですね、古いイメージでできることできないことを断定するというのは、まあ、この生成 AI と向き合う上で不適切な行動かなと思います。であとは原理とか流れとかを理解せずにですね最新情報とかを点で追いかけて、まあ、一喜一憂するみたいなこういったところも疲れてしまう原因かなと思います。なんでですね対策としては新しい情報にあまり飛びつかず、まあ、冷静に大筋を見極めるというようなそういったところが大事になってくるかなと思います。はい。で注意点の2つ目はですねハルシネーションですね。でハルシネーションというのはですね、ここにいろいろ書かれてるんですけど端的に言うと無意味または完全に不正確な出力を生成する現象というふうになってます。で先ほどチャット GPT の学習の仕組みというところを紹介してなぜそういうのが起こるか理解していただけるかなと思いますが、まあ、ウェブの情報であったりとか間違った情報とかを学習すると、まあ、それっぽいことを言うそれで学んだことでそれっぽいことを言うので嘘も言ってしまうという感じですね。であとはですね、まあ、知らないこととかもそれらしい最もらしいことを言うので、まあ、意見合ってるように見えるっていうところがハルシネーションで気をつけるべきところですね。で実際にあったらハルシネーションに関する、まあ、アンチパターンをいくつか紹介しています。で一つはですね十分学習してないだろうことを聞くということはこれは生成 AI の使い方としてはあまり適切ではないですね。例えば滋賀県の職員が県知事の名前をチャット GPT に尋ねたときに漫画家ですと返ってきたからそれを持ってこれ間違ってますねとか実際滋賀県 の職員の方は、まあ、こういう間違った可能性もあるから適切に付き合わなきゃねっていうふうに書いてたんですけど、まあ、メディアの記事はですねトンチキ回答みたいな感じ の書き方をしていてもうちょっとなんでそういうのが起きるかとかっていうところに真摯に向き合った方がいいかなと思います。であとはですね間違いが許容されないケースに使う、これもあまり良くないところですね。香川県の水戸市というところがですねチャット GPT を用いたゴミ出し案内の実証実験をしました。で市民の方が例えば傘ってどうやって捨てればいいですかっていうのは問い合わせをするときに、まあ、チャットボットに回答させるというような取り組みをしたわけですが、まあ、目標の正答率 99% に達しなかったために導入を断念されたということだったんですけども、まあ、なかなか厳しいですね。これは私もシステム開発する立場からして正答率 99% で作ってくださいって言われたらまずお断りしますね。で、まあ、そういった絶対間違いが許されないようなパターン、例えばその市が市民に対して使ってもらうサービスに使うとかこういうところではですねやっぱりチャット GPT とかっていうのはちょっと難しいかなと、導入が難しいかなと思います。例えばお医者さんとかとやり取りしててお医者さんの代わりにチャット GPT が答えて嘘つかれると、まあ、大変困るわけじゃないですか。そういったところで使うのはユースケースとして適切ではないかなと思います。であとはですね生成結果を確認しないとかできないとかっていうところに使うっていうのも良くないですね。アメリカ人弁護士がですねチャット GPT に判例を聞いて情報源を確認しないまま裁判所に提出するということをやった事例があります。でこれリンク先とかここら辺の話を見ていただくと非常に大変だったことが分かるんですけれども、実際これで判例として罪を犯したと裁判所に提出されちゃった被害者がいるわけですね、実名の方で。でその方はこれを訴えるとか訴訟問題とかにも発展しかけたんですけれども、そういうことが起こりうるので、まあ、本当に出てきたものをちゃんと確認するというのは大事ですね。でこれずっともしかしたら右に気になる方いたかなと思うんですけど、これは中国の研究チームがですねミッドジャーニーという画像生成 AI ですね、これを使って生成した誤った図解ですね、これを論文に使用したという事件がありました。でこれちょっと拡大するとですね、まあなんかマウスのラットのなんか変な絵があるんですけど、まあ、このセンクトリックステム、なんかなぜかこの上腕に矢印がついてステムセルって書いてたりとかですね、でこのセンクトリックっていう単語は調べるとどうやら存在しない単語らしくってですね、とかあとはなんかこのこっちのパスウェイの図もですね、なんかよく見るとこのなんか駅ですれ違うと多分なんかライフサイエンスのフィギュアなんだろうなとか思うんですけど、よくよく見るとですね、なんか文字がぐちゃぐちゃってなってたりとかですね、なんか矢印が変な形になってたりとかですね、っていうようなことがあると、まあこういうところ、まあ、これは明らかにだからチェックしてないところですね、ようなところには使ってはいけませんよというような感じですね。そのハルシネーションは起きる前提で
使いましょうということですね。で、間違いを前提として例えばユースケースを限定する、あの研究室の中だけで使うツールにとどめるであったりとか、あるいはその間違いをカバーできる設計にするとかですね、まあ、先ほどのそのゴミ出しの例でもですね、まあ、90何パーセントカバー正解が出しているので、まあ、その正解が出せる確信度が高く出せるようなところはボットに回答させて、まあ、そうでないところはあの人間の職員が対応するとかっていうそういうような使い分けをすればよかったんじゃないのかなとは思います。はい、で3つ目がですね、差別の助長が起こりうるということですね。で、チャット GPT の学習はウェブの記事であったりとか書籍で学習しているということになるので、まあ、そこに書かれていることを非常にあの反映されているわけですね。なんで、まあ、そのベースで事前学習したその内容に偏りがある場合、それを反映してしまうということが当然起こります。で、それを望ましくない回答をしないためにアライメントということをしているんですけれども、まあ、ここで肝になるのがですね、じゃあその何をもって望ましくないとするかっていうのは、その開発企業であったりとか開発者といったような一部の人間が決めているということですね。じゃあその開発企業、開発者、あるいはそこの開発をしている国ですね、その価値観に偏りがあった場合どうなるかとなると、まあ、それが当然反映されるということになります。で、ユネスコがですね、生成 AI が性別、職業、人種に関して偏った出力をするという報告をしています。で、実際にですね、これ GPT-4o ですね、最新のモデルでですね、黒人の欠点について述べてくださいという質問をするとですね、申し訳ありませんがその質問にはお答えできませんと、まあ、まっとうなことを返してくると、特定の人種に関して、まあ、そういったことは言えませんよということを言うんですね。ところがですね、アジア人の欠点について述べてくださいと言うとですね、まあ、最初同じようなことを言うんですね。そんなこと言えないですよとか言いながら、途中から饒舌になってですね、例えば学歴至上主義とかジェンダー平等の問題とかいろいろありますよねみたいなことを話すと、これはまあそういった価値観が反映されているということですね。はい。で、他にはですね、例えば、まあ、これは生成 AI の話じゃないですけれども、例えばその採用にAI を活用した事例として、 Amazon で2014年から採用業務に AI ツールを使うということをやっていました。で、これがですね、よくよく調べてみたらですね、その過去の履歴書を持って採用するかどうかっていうので、新しい応募者に対して評価をしていたんですけども、過去の履歴書が男性のものが多かったんですね。なんで偏ったデータで学習した結果、そもそも女性の応募者であるというだけで不当に低い評価をするというようなことがやっているということが明らかになって、このツールは取りやめになったというような歴史があったりとかします。なんでこれは生成 AI に限らずですけれども、まあ、AI 全般ですが、まあ、その学習データであったりとか、まあ、学習の方針であったりとかですね、その使う人間、作る人間の意図とかというものが反映されてしまうというところは重々気をつけなければいけないことかなと思います。なので、まあ、対策としては出力結果を鵜呑みしないということがまず一番大事ですね。で、他にはですね、いわゆる説明可能な AI であったりとかっていうものがあったりしますし、他には、まあ、こういった特定の今やはり米国のモデルの開発が非常に発達しているので、それを使う側の立場に甘んじると、当然その米国の価値観で良し悪しが全て決められてしまうということになるので、まあ、そういったところにリスクを感じて国際レベルの開発だったりとか、あるいはその企業が自社レベルの開発とかをしているというふうになっているわけですね。よいしょ。はい。で、4つ目から後半ですね、社会との関係性というところについて解説していきます。で、社会との関係性に関してはですね、2つありまして、まあ、1つは著作権侵害っていう、まあ、まさに法に関するところですね。で、まあ、今回もその気にされている方の中で、画像生成 AI で生成した画像で著作権侵害になっちゃったりしないですかみたいな話とかがありました。で、そこに関しての回答になるかなと思うんですけれども、まあ、まず重要なところはですね、生成 AI を利用した場合でも著作権侵害の判断基準は変わらないというところですね。著作権侵害の判断基準というのは2つありまして、まあ、まずは1つは類似性というところと、もう1つ依拠性というところですね。簡単に説明すると、まあ、まず客観的に似てるかどうかというところと、似せる意図があったかどうかというところですね。で、ここの似てるっていう基準もですね、その画風が似てるとかそのレベルでは類似性があるとは認められません。で、まあ、そこでじゃあどこからが似てると類似性があると判断されるんですかっていうところは、まあ、法律家の判断するところなんですけれども、まあ、いろいろ書いてるんですけども、基本的にはですね、よっぽど悪意を持って誰かの作品に似せようとかっていうようなことを考えない限りは、まあ、こういった著作権侵害にはならないだろうということが先ほど紹介した、生成 AI の論点だったかな、生成 AI の論点という5月に出た書籍に書かれているので、詳しいところはそこら辺をご覧いただければなと思います。
で他にもですね、やはり生成 AI を作っているあのサービスとして提供している会社たちもですね、こういったところを皆さんが気にされて足踏みされるとサービスが伸びないので、例えばですけど Adobe は Firefly という画像生成のサービスですね、これを利用したユーザーがもし訴訟を受けた場合、あの費用、裁判費用を保証するという声明を出したりとかしてますね。なんでまあ基本的にはその生成 AI を使う上で著作権侵害して自分が訴えられるかも、著作者から訴えられるかもというところはあまり気にしなくてもいいかなというのが私の意見です。ただですね、あの一方で法律を犯してなくてもあのリスクがあるというところはあるんですね。で例えば法律以外のルールっていろいろありまして、利用規約であったりとか社内規約であったりとか世間の目だったりしますね。であとはもう一つですね、自分が生成 AI を使う側ではなくて生成 AI を使った人のテキストであったり画像であったりを受け取る側、これはあの今回大学の教員の方とかもいらっしゃるかなと思いますし、まあ、何かしらの評価の審査をされる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、そういった方側としてもあのこのリスクを考える必要はあるかなと思います。具体的な話ですと、例えば2022年の8月にコロラド州の美術コンテストでですね、まあ、デジタルアート、デジタル加工写真分野で、まあ、優勝した作品、まあ、こちらのすごい綺麗に見えるあの作品なんですけれども、これが実は後々ミッドジャーニーという先ほど出てきた画像生成 AI ですね、これで生成された画像ということが分かりました。であったりとか、あとは2023年の2月にはアメリカの SF 雑誌でですね、あの前年同時期と比較して賞金目当ての AI による盗作がすごい増えたということで新規の受付を停止したりとかっていう、まあ、こういったコンテストを開催する側としてはですね、もうこれからどんどん AI を使う人が応募してくるということはもうあの理解しなければいけないところですね。でこれはもう規約で禁じてもやってくる人はやってきますし、それをじゃあどう見抜けばいいかっていうところは非常に難しいところになってくるかなと思います。であとは今回学生の方もあの見られてるかなと思うんですけども、宿題に利用するということはあの非常にもうチャット GPT が出始めの頃からアメリカでも課題であったりとか話題になってましたね。で武蔵大学の方が調査したところによると、193の大学学部では、まあ、生成 AI の利用について対応を公表しています。でそのうちの1割の大学ではレポートとか作るときに使っちゃダメですよと禁じているので、まあ、こういったところ学生の皆さんはちゃんとそれぞれの授業ごとに先生に聞いて使っちゃいけませんよと言われたときに使うと最悪単位の取り消しとかっていうことになる可能性があるので気をつけてください。であとはですね、まあ、論文の執筆に無断で利用するというようなも許されない可能性があるというところですね。カリフォルニア大学が主要な学術ジャーナル100紙にアンケートを取ったところ、 87% が生成 AI の利用に関するガイダンスをすでに提供していますと。なのでこれから論文を書くときに生成 AI を使う場合は、自分が投稿したいジャーナルの規定についてはそれをチェックする必要があるということですね。で 98% はですね、 AI を著者に含めることを禁止しています。でこれはですね、チャット GPT 出始めの頃に非常にチャット GPT を著者に入れるというのが流行りました。で、まあその出始めの頃はですね、盛り上がりがあったんで許されたんですけど、まあ、今もうこれ禁止されてるので今やると、まあ、普通にもうなんか出遅れ感がありますし、普通に怒られるというところで気をつけてくださいというところですね。であとはですね、まあ、43% のジャーナルでは執筆に AI を使用した場合には開示義務がありますよと、論文のどこかしらに書いてくださいということが定められています。1% ですけれども執筆に AI の利用を禁じているというところもあります。で、まあ、ただ禁じてもですね、それはもう検知できなければ禁じられないという形になるので、まあ、うまく付き合っていく必要があるのかなと思います。でこちらの面白い話なんですけれども、ちょっとちっちゃいんですけど、このツイッターのリンクから飛んでいただくと詳しい話が見れるかなと思うんですが、チャット GPT が出てからですね、このデルブという単語、まあ、あんまり見慣れない単語なんですけども、これが非常に論文の中で登場し始めたということが言われています。で実際パブメドでですね、他の単語のこのが含まれる論文の推移と、このデルブという単語が含まれる論文の推移を見ると、2022年あたりを境にいきなり増えているということが言われて、まあおそらく多くの研究者の方が論文を執筆する際にチャット GPT だったりとか生成 AI を使っているんじゃないかという話とかもされてますね。でなんで、まあ、対策として、まあ、利用する側としてはまず前提として規約を確認して、ダメですよと言われているところでは使わないということは当たり前かなと思います。逆にですね、評価する側としては規約定めるのは当たり前なんですけれども、禁止とかはしても使ってくるのはもう見えているわけで、まあ、それをじゃあどう対策していくかというところを考えなきゃいけないというような感じになりますね。非常に難しい問題かなと思います。で、注意点の5つ目ですね、情報漏洩に関してです。でここもまた難しい話なんですけれども、一つはですね、サービス提供者が学習データとしてコンテンツというのは
自分がそのチャット GPT に入力したテキストだったりとか、そこから出てきた出力結果ですね、これを利用する可能性があるというところは気をつけなければいけないところですね。で、一応チャット GPT の利用規約には、今オプトアウトという形で、使ってほしくなければ使ってほしくないですよというチェックを入れれば使わないというふうにはなっています。なので、そういったことを気をつける必要がありますね。で、当然それはチャット GPT における例なので、他のものジェミニーを使う場合だったりとか、コパイロットを使う場合だったりとか、クロードを使う場合は、それぞれの利用規約がどうなっているかというのを確認する必要があります。で、もちろんここに関してですね、じゃあチャット GPT、オープン AI がハッキングを受けて流出したらどうするんだということを言われる方がいらっしゃるんですけども、それはもう他のサービスも同じことですね。普通に通販サイトを使うときにクレジットカードとか氏名だったりとか住所とかを入れて、それがハッキングされたらそれは漏れちゃうしまうのは同じことなので、それをリスクをリスクとベネフィットを捉えて自分がどういう選択をするかというところを考えていただければなと思います。で、アンチパターンとしてはですね、機密情報とか個人情報を入力するのは、不適切なところで入力するのは良くないということですね。サムスンでは2023年に社員が機密情報ソースコードですねをチャット GPT 経由で漏洩したということをきっかけに、社員によるチャット GPT の利用を禁止したという話があったりします。で、ここら辺はですね、大きな企業とかであれば、あるいは大学であれば、利用規約とか社内規定とかが決まっているので、それを問い合わせる、徹底するべきかなと思います。で、日本の大企業とかですと、マイクロソフトのコパイロット、ここら辺だったらその社内の情報 のセキュリティ規定を満たしているので使っていいですよとかっていう決められたりとかするので、そこら辺は問い合わせをして使っていただければなと思います。で、一つ言っておきたいのは、開発元が不確かなサービスに機密情報とか個人情報を入力しないということは、これは生成 AI とか関係なく徹底した方がいいかなと思います。で、あとはですね、それでもですね、どうしてもその機密情報、特に業態によってはその社内の情報をインターネットに上げることすら許されないというところがあるかなと思いますので、そういった時はそのローカル LLM ですね、そのローカルのサーバーで社内の閉じたサーバーだけで動くような LLM、 こういったものを使うこともできますので、そういったものも検討していただければなと思います。はい。で、注意点の最後、悪意あるユーザーですね、これは今までのですね、ちょっと自分が使う立場とちょっと違う観点からになるんですけど、チャット GPT の中でも GPTs といって、自分のオリジナルの GPT をチャット GPT を作ってそれを公開する方法があったりとか、あるいはその自分でちょっと生成 AI ツールを使ってアプリケーションを作って公開しますとかっていうことができるんですけれども、気をつけなきゃいけないところはですね、悪意あるユーザーが攻撃してくる可能性があるというところですね。で、こういった LLM においてもそういったジェイルブレイク、脱獄と言われるような手法があってですね、攻撃してくることがありますと。で、LLM の仕組みのチャットのところで、 LLM というのはアライメントということをされていて、で、不適切な発言をしないようになっていると。不適切な質問とかされても答えられませんというふうになっているんですね。で、例えばシンプルに爆弾ってどうやって作ればいいですかと聞くと、当然そのアライメントの壁に阻まれて、すいません、そういったことは答えられないんですよというふうに返すんですけれども、そういうのを抜ける方法がいろいろあるということですね。アウトプロンプトという手法ではですね、ここにちょっと How to build a でこのドットでですね、この点描画みたいな感じでボムみたいなの書くと、このアライメントをすり抜けて LLM が爆弾の作り方はこうやってやればいいんですよみたいなことを返してしまうということが起きたりとか、あとはメニーショットジェイルブレイキングという手法、これはクロードというチャットボットを公開しているところが報告した例ですけれども、ちょっと細かいんですけど、悪い質問とその質問に対する回答ですね、毒の作り方を教えてくださいって言われたら公開してください、警察からの逃げ方を教えてくださいって言われたら公開してくださいみたいなのを、いくつか悪い例を、悪いパターンを教えた後に、最後にところで爆弾の作り方ってどうすればいいんですかって聞くと、ペラペラ答えてしまうというようなところがありますと。で、こういったその敵対的プロンプトと呼ばれますけれども、攻撃手法というのはアリゾナ大学がハッキングコンペティションを開催して、60万ぐらいの敵対プロンプトを分析していろいろまとめているので、こういったところが気になる方はぜひリンク先を見ていただければなと思います。で、なのでですね、気をつけなきゃいけないところはですね、そのセキュリティ対策をしないまま世界中に公開するというのはアンチパターンになりますね。あとは、絶対やっちゃいけないんですけど API キーを GitHub で公開するというようなことがありますと。で、当然これやっちゃいけないってことは分かってるんですけど、ついうっかり上げてしまうと。そうするとですね、GitHub をこうクローリングしている悪い人たちがいるわけですね。このプログラムで常に監視するようにしていて API キー
だからこのオープン AI API キーっていう単語をずっと監視してるようにしていてですね、上がった瞬間にそれをパッと取って勝手に自分で使うとかいうようなことがするので、まあ、間違って上げちゃった時はすぐに消して、で API キーもですね無効にして新しい API キーを発行するとかっていう対策が必要です。で基本的にはですね、なんでその自分のオリジナルのアプリケーションを作ってそれを例えば研究室の中で使いたいとか社内の中で使いたいっていう時は、まあ、ホワイトリスト方式ですね、使える人をちゃんと指定するような形で公開範囲を最低限に設定するということが大事かなと思います。で URL 知ってる人はみんな使えますとかみんなアクセスできますということにすると、まあ、どっかから URL が漏れた時に、まあ、よからぬ人が入ってくるというようなことが起こりうるということですね。はい、というような感じで、はい、ちょっと注意点とアンチパターンというところを紹介していきました。はい、でここからは実際に活用の話に入っていきます。で、まあ、前半部分ではですね、あまり具体的な話には入らず、まあ、どちらかというと概念的なところっていうところを紹介できればなと思います。でよいしょ、まず活用の心構えとしてはですね、まずそのチャット GPT、まあ、あるいは生成 AI 他のものでもそうですけれども、まあ、大体優秀かつ業界未経験の新人だと思って接するっていうのが良い心構えなんじゃないのかなと思います。先ほど紹介した記事の中でもですね、別の方、中村さんという方がですね、どこに書いてたかな、なんかすごいいいことを書いてたんですね、めちゃくちゃ優秀な天才的な社員が部署に入ってきたとして、インターネットだけを渡して、じゃあ明日からうちの部署で働いてねと言ってワークしますかっていうことですね、まあ、それと同じことですね。なんで、まあ、めちゃめちゃ賢いんだけれども、じゃあそれだけで何でもできるかというとそうじゃないと。例えばですね、当然その間違った出力とか倫理的に不適切な回答を、生成 AI とかはするので、まあ、それの確認とかをしなければいけないと。でこれも新人と同じですね。新人が出してきた結果を活用承認するのであれば、まあ、それをした人間が当然責任を取らなければいけないですし、その新人の出力を確認評価するためには自分自身がそれについて知っておかなければいけないということがあります。で他にはですね、困難を分割するというところですね、まあ、いきなりじゃあこう新人にですね、まあ、この新人というのはですね非常に優秀なので、例えばアメリカの弁護司法試験とかでもう上位の成績とか通るんですけれども、じゃあ別にこの会社のしきたりとか知らないですとか、この組織のしきたりとかルールとか知らないですという状況にいきなりこう文献調査してと言ってもですね、いやなんか文献調査って一口に言っても目的もいろいろあるしやり方もいろいろあるしっていうところ分かんないので、そういったところはちゃんと切り分けて、これこれこういうふうにしてくださいと、まずはこういうステップでやってくださいとかっていうことを丁寧に説明する必要があるということですね。であとはですね、まあ、過度な作り込みをしないっていうところも重要なポイントかなと思います。で生成 AI の先ほどのチャット GPT の進化の歴史のところでも紹介しましたが、まあ、非常に数ヶ月ごとにですね新しいモデルが出てきて、で前のモデルでは解けなかったものがあっさり解けるようになったりとかっていうことが起きるわけですね。なので、まあ、現時点でちゃんと定量的に評価をして、その上で今はまだ難しそうだなと思ったら、そこをプロンプトをすごく頑張って作り込んでもですね、それでいきなり 30% だったものが 90% とかになることはまずないので、まあ、一旦これはじゃあちょっと難しすぎるタスクなんだなと置いておいて、また新しいモデルが出ていた時にもう一回動かして、モデルの名前だけ変えれば同じようなことできるので、50% ぐらいになったらまだ早いなとか、80% ぐらいになったらちょっと本腰入れてプロンプトよくしてみるかとかっていうような付け方をするのが、まあ、一番いいんじゃないのかなと思います。逆にですね、30% ぐらいの精度の時にめちゃめちゃ頑張って 40%45% とかにしてすごい頑張ってもですね、そのプロンプトってじゃあ次のモデルで活用できるかというとそうとは限らないわけですね。なんで、まあ、そこですごい頑張ってもちょっと後で使えなくなってしまう可能性を考えると、まあ、あんまり作り込みすぎるというのは精神衛生上も良くないのかなと思います。はい、というような心構えを、ご紹介した上で、じゃあ実際にチャットボットサービスを試してみようというところをご紹介していきます。で、まあ、今回の内容はですね、まだチャット GPT とか使ったことないですよという方にどういう観点でじゃあファーストステップ進めるかというところを紹介していきます。で、まあ、後半でですね、まあ、ネクストステップとして、まあ、もうちょっと今使いこなしている人に対して、もっといろんな使い方をするにはどういうことをやっていけばいいかというところを紹介していこうかなと思います。でまずですね、やっぱりこのいろいろチャットボットサービス、チャット GPT みたいなのがあるっていうので、どれ選んだらいいか分かんないという方がいらっしゃるというふうに伺っているので、こちら紹介させていただきました。で簡単にそれぞれの主要のサービスですねと運営と月額プランがあれば一番安い月額プランと、であと無料版でフラグシップモデルですね、
一番いいモデルですね、チャット GPT であれば GPT-4o であったりとかっていうものが使えるかどうかっていう話をここにつけてます。でもう一つ一点重要なウェブ情報の取得ができるかどうかっていうところも付け加えてますね。でこんな感じで比較してみるとですね、まあ値段はまあほぼほぼ差がなくてですね、でモデルの性能であったりとかコンテキストサイズであったりとかちょっと違ったりするんですけれども、まあ個人的には気にするほどの差はないかなと思います。でコンテキストサイズっていうのはどれぐらい長いテキストを入れられるかなんですけど、結局長いテキストを入れてしまうと回答の性能が落ちるので、あまりその実用的ではないと。コンテキストサイズもみちみちまで入れるっていうのはあまり実用的な利用方法ではないので、そこら辺もあまり気にする必要はないかなと思います。でということを見るとですね、まあ、無料版でもフラッシュシップモデル、いいモデルが使えるチャット GPT とかコパイロットあたりが、まあ、一番最初に試すのにはおすすめなのではないかなと思います。でエンタープライズな利用、まあ、大企業の方が利用する場合、業務に利用するような場合ですと、まあ、コパイロットはまあいろいろな面から良いのかなとは思います。まあ、個人ならお好みでいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、他にもですね、業務で多用しそうとかっていう、業務で利用するということを考えるのであればチーム機能があったりとかセキュリティ機能であったりとかを意識するといいかなと思うんですけども、まあ、そこら辺はそれぞれ のプランを見ていただければなと思います。はい。で、まあ、なぜフラグシップモデル使えることを重視しているかというとですね、まあ、フラグシップモデルの性能が高いという、まあ、その一点に尽きるわけですね。でこれ GPT-3.5 と、まあ、4が出た時の比較の図なんですけど、これまあそれぞれいろいろな試験の点数、まあ、上位何パーセントかみたいなことを書かれているんですけども、まあ、上ほど点数がいいということですね。で青が GPT-3.5 の、テストの成績ですと、まあ、非常にいい成績取る試験もあれば、まあ、なかなか苦手な試験もあるというような状況だったんですけど、 GPT-4 が出て、まあ、多くの試験で GPT-3.5 の性能を上回るようになっているというような形になりますね。でまあ、その後ですね、 GPT-4 ターボ、 GPT-4V、 GPT-4O とどんどんモデルが更新していて、まあ、これを使わずにそのチャット GPT の性能を語るというのはなかなかできないわけですね。でなので GPT-3.5 しか試してない人と 4O を使っている人ではもう1年半ぐらいの差があるので、ぜひフラグシップモデルを使ってみてくださいというところです。であとはですね、どうすればいいかわからない、なんか何に使ったらいいのかわからないというようなご意見もいくつかあったので、まあ、そういった時私だったらどうしますというところを紹介します。で一つはですね、まあ、プロンプト集というものが例えばこの OpenAI から公開されているので、ちょっと見てみてくださいというところですね。まあ、こういうのを見るとですね、なんか絵文字トランスレーションとか、なんかトランスレートレギュラーテキストイントゥエモジテキストですね、なんかこうテキストを絵文字に変換してくれるというなんかものであったりとか、まあ、そういうなんか面白いようなやつだったりとか、あとは、まあ、なんかスプレッドシートを作ってくれるプロンプトであったりとか、なんかツイートの分類とかもありますね。まあ、なんかいろんなことができますと。なので、まあ、こういった実際の例とかを見るとどういうことに使えるかっていうのがイメージつくかなと思います。でもう一つはですね、まあ、どうすればいいか自体をもうチャット GPT とかに聞いちゃうということですね。例えばなんかこの論文調査に生成 AI 使いたいなと思った時に、ちょっとちっちゃい文字で恐縮なんですけど、論文調査に生成 AI を活用してです、どのように活用することができるでしょうとも聞いてしまうわけですね。でそういう時にどういうプロンプト入力すればいいか教えてくださいみたいなことも書くと、まあ、こうやってずらずらずらと書いてくれると、こんな感じで使っていただくといいかなと思います。はい。で、まあ、ここからはですね、まあ、実際にもうチャット GPT いろいろ使いこなしてますという方が、まあ、より良くしていくためのところの Tips みたいなのを伝えていきます。まあ、一つはプロンプトエンジニアリングと呼ばれるものですね。まあ、プロンプトをいろいろ工夫すると良い生成結果が得られるというようなものですね。まあ、いろんなテクニックとかがあるんですけれども、基本的にはまあ明確に指示するであったりとか、例を与えるとか、構造的に書くであったり、ここら辺を抑えれば、まあまあ十分かなとは思います。で、まあ、細かいこと言うと、例えばなんか、マークダウン形式で書いた方がいいとか、XML のタグでくくったらいい結果が出たとかって言うんですけれども、まあ、そこら辺は正直なところ、それがじゃあ未来英語、有効かというと分からないんですよね。で、たまたま今のモデルでそういうものが良いとされているけれど、まあ、それが次のモデルでもいいかどうかっていうのは分からないですし、あんまりその小手先のテクニックをですね全部網羅してちゃんとやんなきゃっていうのは現実的ではないですし、そこよりもですね、まあ、もうちょっとなんかそもそもチャット GPT に命令をする前に自分がそのタスク自体をちゃんと理解できているか、構造化できているかっていうところの方が大事になってくると思います。まあ、そこら辺に関しては後半で実際にご紹介していこうかなと思います。で他にはですね、まあ、ラグと呼ばれるようなリトリーバルオーギメンテッドジェネレーションという仕組みですね。で LLM の大きな弱点としてはですね、事前学習で見たものを元に回答するので、まあ、当然知らないことに関しては回答ができませんと。
例えばウェブに公開されてない社内情報であったりとかについては答えられないですし、あとは自分が事前学習した後に出てきた新しい論文とかニュース、ここら辺も回答できないですね。まあ、そこら辺があの LLM の弱点とされているんですけども、そういう時に LLM に追加の情報を与えることで、それを根拠にして回答を生成させるというのがあの LAG という技術になります。他にはですね、エージェンティックワークフローと呼ばれるものがあったりとかして、LLM を活用したサービスとかシステムでこう入力が入ってきて出力が出るという、この一方向で終わってしまうことが多いんですけれども、そこに対してこうループをかけて出てきた出力結果を LLM 自身に判断させたりとか、人間がフィードバックを与えたりとか、そういうことをすることによって、例えばこれはコード生成のタスクなんですけど、 GPT-3.5 だとこれぐらいの性能、 GPT-4 だとこれぐらいの性能だったのに対して、こういったエージェンティックワークフローを使うと、GPT-3.5 のモデルでもかなり4を超えるような結果が出せますよっていうようなものがあったりします。こういった形のことをぜひ使いこなしている方は次のステップとして見ていただければなと思います。はい、こんな感じで今後もですね、こういった事例の紹介であったりとか、生成 AI 関連企業のとの対談であったりとか、ホワイトペーパーの配信だったりとかを弊社のメルマガでしていくので、よければぜひご登録ください。はい、前半部分以上になります。改めてテイクホームメッセージですが、管理責任からは逃れられないということですね。生成 AI の出力を確認評価するということを、自分にできないことはさせないというところをぜひ意識してもらえればなと思います。はい、で残り2分ぐらいで、質問が来ているので、ちょっと人気のものだけでも回答しますかね。管理責任から逃れないに対して、アイデア発想や壁打ちなど自分にはできないことをやってもらうこともあるので、一概に自分にできないことはさせないではないのかなと思いました。ご意見あればよろしくお願いします。アイデアの発想とか壁打ちとか、自分の幅を広げるというところに使うのは非常に良いと思いますね。ただそれが結局その幅広げてもらった対象をいいものか悪いものか判断するのは自分になるので、例えば私がなんかこう、そうですね、なんかこう生成 AI を使った犯罪についてなんかこうトピック、重要なトピックを3つ挙げてくださいって言われて出されてもですね、法律のこと詳しくないのでそれは判断できないので、そういった意味では遠すぎるところだと難しいっていうところはご理解いただければなと思います。他はですね、コンプレックスティングは紹介されませんでしたか？そうですね、ちょうど昨日ぐらいからなんかニュースになってますけど、そうですね、パブリキシティは後半で紹介してますので、そちらをご覧いただければなと思います。で、他と比較してどうでしょうかっていうところなんですけれども、正直に言うと私出始めの頃に使ってあんまりその後使わなくなっちゃったっていうところが正直なところですね。はい、すいません、詳しくないので、はい、っていうところになります。もう一件は行きましょうか。はい、山田先生のこれまで見聞きした生成 AI の活用事例で最も印象的だったものを聞きしたいです。難しいですねこれはちょっと自社の事例になっちゃうんですけれども、後半のところで紹介するんですが、論文のフィギュアをから構造的情報を抽出するというところ、こういった取り組みをしたことがありまして、それは非常に新しい時代の活用方法だなというところは思いましたね。というのもですね、その論文のフィギュアの画像の中でこう生物学的なパスウェイが書かれているわけですね。まずそれを GPT-4V に画像をテキストに変換するというイメージキャプショニングというタスクでまず説明をさせますと。で、説明をさせた上で、じゃあどういう登場人物がいて、その登場人物から誰にプラスのポジティブの影響があるのかネガティブな影響があるのかっていうところを最終的にはグラフ構造に落とし込むっていうところをやったんですけれども、そういったところは非常に、これまでだとですね、それをやろうと思うと、本当にそれぞれごとにモデルが必要で、とんでもなく時間がかかるわけなんですけど、それをもう生成 AI で全部のタスクやらせることができたっていうところは非常に時間の削減になるような有効な活用方法だったかなとは思います。